こんにちは柳澤ですさて今回なんですけれどもこの星からですね締まりを打ってまた反対側にも締まりを打つ、まあ、これ昔の言葉で言うと観音開きというんですけれどもこれがですね最近よく打たれるようになった経緯そしてこの中にねこの三3に入っていくとどうなるのかということについて解説をしてみたいと思います、まあ、これは本当最近プロの語でもしょっちゅう見かけるんですけれども昔はこういうのはですね3回も隅に手をかけているのにまだ入られると 取れないんですね。なので、ここは字になってないんですよ。3手も打ってるのに、まだ字になっていないので、良くない構え方の代表例とされていたんですね。で、まあ、観音開きっていうんですけどね、2回締まりを打ってるのに、観音開きとはね、これいかにという感じなんですけれども、むしろ三々がガ柄木になってるよという否定的なニュアンスの言葉ですよね。 ただ、今ですね、まあ、この星から両方に締まるこの形を観音開きに変わる呼び名があまりこうしっくりくるものがありませんので、今回は特に否定的なニュアンスなくですね、この、ま、構え方のことをただ単に呼び名としてね、観音開きという言い方で解説を進めていきたいと思います。で、まずなぜ最近これがよく打たれるようになったかということなんですけれども、これは単純です。ダイレクト3-3と一緒です。要は AI の評価が良かったから。そして実際打ってみたら良かったから。 とということですね。まあ、要はこれは結局のところ AI の評価と経験則に基づいているのでこれを概念的に説明するのがすごい難しいんですよね「まあ、3」って書けて字になってないのになんでそれでいいんだっていうのが言葉で説明するのがすごい難しいんですけれども、まあ、今回頑張って解説してみたいと思いますでこの観音開きがよく打たれるようになった背景には布石の根本的な考え方の変化がありますそれは何かっていうとダイレクト三々の評価が180度変わったことです つまり昔はですねそもそも星に打つっていうのはこの隅を一手で済ませてどんどんスピーディーに変に展開していくことを目指しているんですねこれ小目の場合は締まりまで打って初めて一人前となってそこから開きを打っていくという順番で布石が打たれることが多かったんですねまあその代わりもちろんね二手かけた分しっかり隅が字になっていくということでもちろんこれはこれで大変立派な打ち方なんですけれども星というのは 一手で済ませちゃおうということなんですねまあ、それはつまりここに入られる手がまあ、早い段階で白が入ってくるのはあまり良くないので黒がどんどん先へ先へ展開して後でこの締まりを打つことが多かったんですね先に模様の構えを作っておいて後で引き締めるために締まりを打つことが多かったということですそしてさらにもう一手この模様を引き締めるためには 小隅で打つとこういう順番段取りで打たれることが多かったわけですところが今ではですねこの星から両方の辺に開こうものならもう喜んで三三に入られてしまいますでそれはなぜかというと黒がどちらから抑えたとしても どっちかの辺の星がですね、必ず中途半端な位置に来てしまうんですね。もしこのように打つと、こちらの星がすごい中途半端な場所になってしまいます。この厚みに近づきすぎている、ちょっと重複した石になってしまうんですね。昔はね、ほんとこの構えでもなかなか簡単には三々に入らなかったんですよねで。もちろんね、こっちとかこっちにかかっていくのもこすみつけられてね。 攻められてしまいまいすよね、まあ、この辺に打ってある黒石がすごい働いてくるということなので白もね他の布石を優先する場合が多かったですから、まあ、黒がねこうまた締まっていってでまたこう締まっていくというふうになる展開が大いにありえたんですねしかしもう今はこの構え方は少なくともプロの間ででは全くく打たたれなくなっってしまったわけですそしてもう一つの考え方の変化は星から締まりというのが早い段階で打たれるようになったということなんです。 これはですね、昔はこの小目からの締まりよりも劣るとされていたんですね。この締まりでしたら隅は完璧な字になってるんですけど、星からの五弦間締まりっていうのはまだ三々が空いてて字になってないわけです。しかし今では AI の評価によってそれでも悪くないと。三々が空いてても、まあもちろんね、まあ変に強いというふうにも言えるわけなので、これでも悪くないということが分かっているわけですね。 でさらにこの締まりからこのように辺に開いていくという打ち方もあまり見られなくなりました要はこの辺の開きよりもまずね、まあ、いきなりダイレクトサンサーに入っていくとか、まあ、かかったとしても、まあ、受けた時に昔はこう開きとかが多かったですけど、まあ、もちろん今でも全然悪いわけではないんですけど、まあ、こうつけていってねこう隅だけで完結する打ち方っていうのがすごい多くなったので例えば1個例を出すとするとじゃあこういうね定石が右下にできたとしましょう そうすると、下辺にですね、まあ、ここに開くってすごい中途半端ですよね。この飛びとのバランスも悪いです。なので、この不石の状況で、下辺を打つとしたら、こう、開くという風に打つプロがほとんどでしょう。まあ、ここに打つか、ここに打つか、どっちかですね。この辺は中途半端になります。ということで、まとめますと、昔は星から、まあ、こっちとかこっちに開いた後に、しまって、まあ、こっちかこっちかしまって、その次にこう、コスを打つことによって、まあ、この、 隅の形がでできてたわけけなんですけれども現在はね順番が変わって開きよりも先に締まりを打ってでまた開きより先に締まりを打つケースが多くなっているということなんですねでじゃあなんでこっちじゃなくてこっちなのかっていうとまあこちらの方が全体のバランスがいいからとしか言いようがありませんまあ当然こちらの方がねこちらの辺に対しては強いわけですねまあそもそもねこの星打ち自体がそういう手ですからね 星に打って隅に打ってるのにまだ三々に入られると字じゃないわけですから不思議な手なんですよね小目に打ってればまだいたい字になりやすいんですけどはい打ってるのに字になってないんだけどでも全体のバランスは取れているっていうもともとこの星自体が不思議な手なんですよね、まあ、この星打ちの歴史を語るとまた長くなるので別の機会にやりますけれども、まあ、要はそれと一緒なんですまあここにしまって隅は字じゃないけど全体のバランスは取れている でまたここにしまって隅は地じゃないけど全体のバランスは取れているということなんですね。さて前段がだいぶ長くなってしまいましたけれども、まあ、いよいよこの三 3, 3に入ったらどうなるのかということについてやっていきたいと思います。でこれは黒、まあ、こっちかこっちかどっちかに押さえます。これもどちらでも OK です。はいまあ、そして張ってぶつかってで、まあ、白はね跳ねて掛けツりを打てばこれタだでは取られません。当てたら 弾くことができますでただこの打ち方はですねあまり早い段階でやっても得しません隅を荒らしてもですね白がま縮こまってしまって黒のこれ厚みが素晴らしい形ですよね。まあ、ちょうどぴったりねここも駆けつりの形になってますよねもし白がもう一回打って隅を完璧に生きたとしても、まあ、このようになりまして黒の厚みに軍配が上がります。 なので、黒としては、あまり早い段階でね、白がこの三々をやってきたら、ここで慌てて、この当てをね、打たないで、でまあ、こうに強くなった時の頃合いとかを見て、ここに当てていけばいいということですね。じゃあ、白はどういうタイミングで、ここを手にしていくのが理想かというと、こういうふうにですね、もう周りの黒のですね、構えが出来上がっている時に入っていって、こうになれば、 まこれ成功なんですね。まあ、黒の厚みができましたが、もうね。まあ、この厚みに対してちょっと狭い開き方になってますよね。もう別に厚みは働きませんし。まあ、この子もですね。まあ、元々ここもほぼ黒字のところですから、取られてなんぼで。まあこの子に勝てればラッキーだし、別に勝てなくても、なんか普通の2手をなんか打ってても全然いいと。元々黒字の中に黒が手をかけてるだけですから。すごい気楽な子になりますので、これは白の成功です。 今、この飛びはね、今適当にやりましたけど、とにかくどっか他の大きいところに2回打てれば十分だよということですね。ただし、この33入りはタイミングが遅れると黒は抑えではなくて、コスミで取りに行くということが可能になります。これでもし白が張っていったら、ぶつかって、コスミつけたら黒はね、ここに打つ必要がないんですね。こうじゃなくて、こちらからスペースを。 狭めることによって白こここここだけでで生ききることができません、まあ、ここにね別に白が打っても黒はまあこう打ってもいいし別に引いても何事もありませんのでこれは白まずいわけです。かといってこんな風になんか白がスペースを作ろうとしてもこれね生きないんですよね。まあこれ跳ねていきましてまあこう受けたらもちろん置きでいいですしまあこう打っても狭めていってそして置きでやっぱり白二眼ができません。 まあこの打ち方もね、ぜひ覚えていただきたい手なんですね。まあ、こういうふうにですね、周りにこう援軍がいっぱいいて、もう強い状態の時は、押さえてコにするのではなくて、無条件で取りに行ってしまうことが可能なんですね。え、じゃあ別に周りに黒がいなくても、押さえじゃなくて、まあ、こっちとかこっちにこすむ点もあるんじゃないかと思われるかもしれないんですが、え確かにこれで隅の白には息がないんです。 しかし、この場合はですね、外から詰められたりした時に、すこぶる味が悪いんですね。これまたほっとくと、この辺に打たれて、まあ、この辺からですね、切られたりしてくるのが、もうすごい怖いんですよね。かといって、ここで、ま、こういう風に打ったりとか、まあ、この辺に打って備えるのでは、受けさせられるようでは、ここに頑張った意味がありません。なので、早い段階で入られたら、押える。 で周りがすごい強い状態だったらコスミなどで無条件で通りに行くことができると覚えてくださいじゃあここにいつ入ればいいんですかと言われるとちょうど黒がまあ押さえるのかコスムのか悩むぐらいのタイミングで入っていくのがいいかもしれませんね、まあ、これもプロの方で時々あるのはこの三三一回だけやっとくという打ち方もありますすぐにこの張ってコーにしていく手を打たないんだけどとりあえず押さえさせておくとあんまりタイミング遅くなるとコスミで打たれちゃうので これだけ一回、まあ、様子見で打っとくという手法もあります。でもこれは本当にあまりにもケースバイケースすぎて、こういう時に入りましょうって言えないものがあるんですよね。でも一、まあ、つ確実に言えるのは、あまりにも遅かったらちゃんと取りに行きましょうということですね。結構初心者同士の子だと、このぐらい黒が強い時でもあっさりこれ生かしちゃったりするんですけれども、まあ、これは押さえてもいいですね。押さえて、跳ねてかけついた時に、押さえ、押さえるとね、これ跳ねられてこれ生きてしまうんですけれども、 飛びで打つ手がありますね。はい。これでまあこのように打って、まあ手でも置きでもこの白は生きれませんね。まあこのぐらい黒が強かったらね、抑えでも取りに行くことができますね。まあもちろんこれでも白は生きがありません。で、早い段階で打たれたら、まあ繰り返しになりますけどね、抑えましょうということですね。そして跳ねかけ次には慌ててこうを仕掛けなくてもいいよということです。 はい。ということで、まだまだね、これ喋りたいこと実はあったんですけれども、だいぶ長くなってきてしまったので、この辺で動画を切りたいと思います。まあ、これはまたコメント欄でね、ご質問とかいただければ、補足しながらですね、これ関連の動画をもう少し出していこうかなと思っております。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。コメントもお待ちしております。そして、オンラインサロンの募集をしておりますので、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。 E